ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。8月も後半になってきて、若干ですね、体力がこうきつくなってきたんですけれども、まあまあ残暑というか、まあ軽い夏バテかな、夏バテにも負けず、動画やっていきたいと思います。それで、今回はよいしょ、これちょっと前なんですけども、ちょっと前に、プレミアムバンダイからですね、届いていた、こちらを開封したいと思います。でやっぱり新しいガンプラを、開封するときっていうのはテンション上がりますね。それじゃあ、早速もうこれは開けていきたいと思います。納品書と、なんか広告的なものと、そうですね、よいしょ、よいしょ。で、今回開封するのは、この100式の、メガバズーカランチャー。ちょっと前ですね、少し前に制作しました、マスターグレードの100式の追加キット、追加武装といった方がいいですかね。こちらを、開封していきたいと思います。で、こちらはプレミアムバンダイから購入したものなので、箱の色とかですね、こんな感じでシンプルなんですが、大きさ的にはですね、普通のマスターグレードぐらいの箱の大きさがあります。結構ね、メガバズーカランチャーはでかいこう武装なんですけれども、結構パーツのボリュームも多いのかなと、ちょっと期待が持てますね。それでは、開けていきたいと思います。よいしょ。でも結構パーツでかいな。中身こんな感じになってます。結構ね、この青いパーツ、本体の部分のパーツだと思うんですけども、結構大きいかなという感じですね。中身を出すとこんな感じです。で、説明書は、マスターグレードと同じようなこういう説明書で、なかなかこうしっかりはしてますね。で、ランナーの数は、この大きなパーツを入れると 1,2,3,4,5,6 枚ぐらいですね。ランナーの数はそんなには多くないですが、パーツ一つ一つが結構大きいので、ボリューム感ある感じにはなってます。一番大きいのはこの台座のパーツですね。結構このちょっと半透明の黒のパーツが一番大きいですね。あとここにちょっとこうついてるのが照準のところですね。ちょっとクリアパーツというか、ちょっとこうなんかシリコンっぽいというか、これはシール状のこういったパーツになってます。そしたらこちらもちょっと開けてみましょうかね。中身すべて出してみました。それで、このパーツなんですけれども、これはですね、100式と同じ、こう、金色のメッキではなくて、ガンプラではおなじみの、メッキっぽい、メッキっていうか、金色っぽいパーツですね。で、こんな感じのパーツで、主に部分的には、パイプの部分ですね。パイプの部分のパーツが、こう、上下に並んでます。で、これを、塗装しようかなとは思うんですが、一個一個切り出して塗装するとなると結構ね、結構ゾッとする系のパーツですね。で、黒いパーツはですね、ランナーとしては2枚ついてるんですけども、どちらもですね、半透明ですね、クリアパーツの黒で、できてます。この辺ちょっと面白いですね。で、あとは、こういった、本体部分の青いパーツと、あとは、グレーのパーツですね。こういったものと、あとこの辺が本体のメインになるんですかね。結構デカめのこう青いパーツですね。この辺が思いっきり本体の部分ですね。こういったところですね。そしてあとは台座の部分ですね。台座の部分のパーツと、デカールですね、こんな感じのデカールがついてます。で、こちらは、100式の場合はマーキングシールだったんですけれども、今回はこれ、水転写式のデカールになってます。僕はこの水転写式のデカールはマークセッターを使うようになって綺麗に貼れるようになったので、僕は今一番これが好きですね。そして、あと付属のシール系ですね。こういったのもついてます。それからあとは、ネジ系ですね。ネジが1個ついてますね。こんな感じの、中身になってます。この水転写式デカールって、
100式本体用ですね。まあもちろんメガバズーカランチャーにも使えるとは思うんですけども、使えないのかな。あーでもこれ100式用のこうデカールがついてたんですね。あーなるほど。100式本体はこれマーキングシールだったんですよね。なのでこうメッキボディにマーキングシールを貼るので結構シールが目立ってしまってたんですが、それをこれやり替えれるんですね。やり替えれるというか、あーなんかこれ知ってたら100式もうちょっと作るのを待ってたのにな。あそうか、100式用のデカールがついてたんですね。うわーこれどうしよう、どうしようかな。100式本体のマーキングシールを全部剥がしてこれにねやり替えるっていう手もあるんでしょうけど、あーなんかこうなってくると100式もう一回作りたくなってきますね。そうなのか。あーなんかそっか、あーそっかそっか、おーうわーなんか100式もう一回作りたい。あーなんかバンダイさんの手のひらの上で転がされてるな。相当もう一回100式買おうとか今気持ちが揺らいでますね。まあまあいいや、今回はメガバズーカランチャーなんですね。でパーツを全体的に見てみると、箱自体はですね、マスターグレードと同じぐらいに大きな箱だったんですが、パーツ自体が大きいので、パーツの数自体はそこまでは多くないですね。まあ、メガバズーカランチャーなので、まあ、ガンプラほどはパーツ数はないです。まあ、この辺はパーツ数多いですけどね。でもなんか完成写真見ると、これ塗装してある写真が今載ってるんですが、かっこいいですね。こんな感じの写真が説明書にも掲載されてるんですけれども、これは多分塗装してあるとは思いますが、なかなかの質感というか、いやーメガバズーカランチャー単体で見てもかっこいいですね。なんかねこのデカールの水停車式のデカールの存在で、あーちょっとなんか気持ちが100式を買おうっていう、もう一度100式を買おうっていう方に揺らいでますね。うおマジか、そういうことなのか、まいったな。参りましたね。まあまあ今回はこちらメガバズーカランチャーの開封なので、今後はちょっと100式をどうするかはちょっと脇に置いといて、こちらのメガバズーカランチャーですね、今後制作していきたいと思います。あーでもなんかサクッと作るつもりだったんですけどね、なかなかパーツがかっこいいので、なんか塗装とかしたくなってきますね。どうしようかな、ちょっと数日、悩みたいと思います。